コルドこと、ヘッスルイス・アルバレス・デー・ウラテグ・エルギは、スペイン・ビトリア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代は、アンドラ代表として79試合に出場し、2010年よりアンドラ代表の監督を務めている。ポジションは GK。スペインのアラバ県、ビトリアに生まれ、1989年に、シーディア・ウレラ・デ・ビトリアからデビューした。 1991年1月にアトレティコ・マドリードの下部組織に移ったが、アトレティコ・マドリード B でさえ、出場機会を得るのに苦労した。1990から91シーズンのコパデルレイ決勝、RCD マヨルカ戦では、アベル・レシーノの負傷のためにトップチームのベンチに入った。その後は、下部リーグの CD、トレドや UD サラマンカに在籍したが、 二番手か三番手のキーパーに過ぎなかった。1994年、アンドラに本拠地を置きながら、スペインのリーガエスパニオーラに加盟している FC、アンドラに移籍すると、2006から07シーズンを除く14シーズンもプレーし、2009年に現役引退した。1996年に初の国際試合を経験したアンドラ代表には、 1998年6月3日のブラジル戦でデビューした。2003年11月、欧州サッカー連盟が主催して、アンドラサッカー連盟が選出した UEFA ジュビリーアウォーズに選ばれた。2009年6月10日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のイングランド戦が代表でのラストゲームとなった。この試合では、マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せ、 ロスタイムにベンチに退いた際には対戦相手のサポーターからもスタンディングオベーションを送られた。イングランド戦が79試合目となり、この間に3勝を上げている。ありがとうございます。